皆さんこんにちは、ワンタンメンくまちゃんです。いきなりなんですけど、皆さん業務スーパーってご存知ですか？使ったことありますかね？私はもう週一で行くぐらいもう大好きなんですけど、なんか最近ね、中華系の食材を置いてることが多いんですよ。なので今日は中国人の私が業務スーパーで見つけたおすすめのね、中華食材をちょっとね、皆さんにシェアさせていただきたいと思います。それじゃあ見てみましょう。レッツゴー。まずね、ご紹介したいのがじゃじゃん、瓜子ですね。ひまわりの種。今ね、2種類持ってたんですけど、なんか多分お店によって置いてあるものと置いてないものがあるんですよ。この2つはね、それぞれ違う店舗の業務スーパーで買いました。でまずはね、こっちのチャーチャーシャンコアーズなんですけども、これはひまわりの種の中でも一番オーソドックスな味っていうんですか、ほんとシンプルに塩味のひまわりの種です。このチャーチャーというブランドは結構中国のひまわりの種の中でもね、一番有名な会社ですね。で本当にこのシャンコアズね、香るっていう字が入ってるように、開けるとめっちゃいい匂いするんですよ。そう、このね、ひまわりの種はもう中国で絶大な人気を誇る、もう国民的なおやつなんですよ。もう食べ出すと止まらないんですよこれ。実はもう一個のね、ひまわりの種もさっきのブランドのものなんですけど、ちょっとバージョンが違うんですよ。くるみ味になっています。なので開けた瞬間にすごい甘い匂いがするんですよ。で味もさっきのチャチャシャンコアズよりもちょっと甘さがありますね。因为我比较喜欢甜的嘛，我个人觉得这个瓜子我更喜欢一些。でも本当にどっちも美味しいんで、なんかひまわりの種ね、まだ食べたことない方いたらね、ぜひ試してみてください。で2つ目のおすすめがこちらのニラ餃子です。見てくださいこのボリューム。これ多分ね30個入ってるんですけど、それで値段は300いくらとかでめちゃめちゃ安いんですよ。で肉餃子もあるんですけど、個人的にはニラ餃子の方が珍しいし美味しいんで、ちょっとおすすめさせてもらいました。なんか中国本場だと結構ニラ入ってる餃子多いんですよ。こうね、ニラの香りがガツンってくる感じが私はめっちゃ好きです。多分ねこれちょっと好き嫌いが分かれると思うんですけど、なんかニラのインパクトがいい。はい、続いて3つ目はこちらです。お肉たっぷりの春巻きです。そう、なんかね、業務スーパー何種類か春巻き出してるんですけど、このお肉たっぷり入ってる春巻きが個人的には一番好きです。やっぱりこちらの方がなんか春巻きのサイズが大きくて、でお肉がいっぱい入ってるんですよ。この中身のトロッと具合がもうたまんないですね。多分ね、外で食べる春巻きって結構油使ってるんですよ。だから私今まであんまり春巻きって食べたことないんですけど、自分で揚げるんでその油の量をね調整できるじゃないですか。そう、ちょっとヘルシーにすることもできるんでね。続きましてはこちらです。はい、4つ目はね、このワンフージン正宗生煎包、ワンフージンの焼き小籠包ですね。これね、横浜名物って書いてあるんですけど、本当にね、中華街のある有名な焼き小籠包専門店で出してる小籠包なんですよ、これ。なんかすごくないですか？私、業務スーパーにこれ売ってるって知らなくて、しかも普通に通販とかで買ったら結構高いんですよ。で、作り方もすごい楽で、もう本当に電子レンジでちょっとチンして、その後、パリッと感を出したいならオーブンでもう一回ちょっと焼いて、もうすぐ食べられます。もう本当にね、出来上がった焼き小籠包にこう和箸を通した時にね、溢れる中のスープ、もうたまんないです。匂いがもうたまんないし、本当に味もねすごい美味しくて、お店の味そのまんまです。もうめちゃめちゃジューシーで美味しいんで、見つけたらとりあえず大量に買ってます。はい、じゃあね、最後5つ目はこちらです。じゃじゃん、小籠包、小籠包。さっきはね、焼き小籠包をご紹介したんですけど、こちらはノーマルな小籠包です。なんか蒸し器で調理してもいいし、電子レンジでね、温めても食べられます。ただね、この小籠包、皮が本当に薄いので、電子レンジだと、ちょっとね、皮が破ける可能性もあるんでね、そこはね、ちょっとね、温度とか調節しながらやってみてください。で、サイズは割と小さめで、なんか食べやすい感じで、本当にここにね、お肉と野菜の旨味たっぷりって書いてあるように、本当に口に入れた瞬間にその旨味がすごい。これ美味しいです。やばい、なんか語彙力ないからどれも美味しいしか言ってない。はい、じゃあどんどんいきますよ。おすすめ6個目は、じゃじゃん、こちらの三鮮水餃です。三鮮水餃子なんですけど、
このじゃあ三鮮が何かっていうと、三鮮っていうのは豚肉とエビと野菜のことです。这个业务超市有好几种水饺，但是我觉得这个三鲜水饺最好吃。嗯，もうね、皮が分厚くてもちもちしてるんですよ。で、中身の餡もめちゃくちゃジューシーで、こうちょっとごま油が効いてる感じですね。なんかね、お鍋に入れても美味しいと思うんだよね、これ。はい、じゃあね、続いては7つ目です。次のおすすめはね、こちらの油条ですね。油条。なんか見えるかな、こんな感じのものなんですけど、この油条は、まあ、中国式の揚げパンですね。甘くない揚げパン。で、これはもうね、中国人の朝ごはんの定番です。これをあの甘い豆乳につけて食べることがめちゃくちゃ多いです。これ自体はしょっぱいけど、豆乳甘いからこうなんか甘じょっぱい感じがね、めっちゃ美味しいんですよ。で、この油条は冷凍食品なんで、油で揚げてもいいし、あのトースト、オーブントースターとかで焼いても美味しいです。個人的にはちょっと油の摂取を控えたいので、私はオーブンで焼いて食べてますね。本当にね、素朴だけど美味しい味なんでね、ぜひ皆さん試してほしいです。はい、じゃあね、続いて8個目はこちらです。アヒルの卵の塩漬けですね。まあ、中国語だとシェンヤダンって言うんですけど、これもね、中国人は大好きですね。なんか最近業務スーパー以外でも結構ちょくちょく見かけることがあって、このシェンヤダンの何がいいかっていうとね、あの鶏の卵と違って、鶏の卵と違ってね、中身の黄身がめちゃくちゃ大きいんですよ。で、食感もちょっとなんかザラザラって感じ、食感もいい。味付けはもう塩だけですごいシンプルなんですけど、本当にね、美味しいんですよ、これ。でもね、あの1点だけちょっと注意してほしいのが、これすごい塩気が強いんですよ。なんで、あの中国人はこのシェンヤダン食べるときは、大体味のないお粥と一緒に食べることが多いです。ちょっと本当に好きなんで、あのこの動画を撮る前にね2個食べちゃいました。月餅に入ってる卵ってあれ、このアヒルの卵なんですよ。なんで私、月餅食べるときはもう卵入ってないと嫌ってぐらいにこのシェンヤダンが好きですね。そう、シェンヤダンの黄身自体はしょっぱいけど、あの月餅に入ってるあんことね、一緒に食べると甘じょっぱくて美味しいんですよ。はい、で続いて9個目のおすすめはこちらです。じゃじゃん、トック、トックですね。で、これ何かというと、お餅ですね。で、これ中国語だとね、ニエンカオって言います。これ多分ね、韓国系のお餅として販売されてるんですけど、実は中国と韓国のお餅って大体一緒なんですよ。こんな感じです。日本のお餅と違って、なんか粘り気がなくてちょっと弾力がある感じ。まあ、韓国料理のトッポギとか食べたことある方は、これの味はイメージできると思います。そう、中国だとこれをなんかラーローっていう干し肉と小松菜とかそういう野菜と一緒に炒めるんですよ。もうこのね、ニエンガオのもっちもちプリプリな、なんか弾力がほんとやみつきになる食感なのでね、ぜひ皆さん見つけたらこれを使ってなんか炒めてみてほしいです。本当に美味しいから、これ。はい、じゃあね、ラスト、10個目のおすすめはこちらになります。じゃじゃん、ニンニクの芽。これはなんか中華食材って言っていいのかわかんないんですけど、でもあの中華料理を作るときにめっちゃ使われてますね、これ。うちではよくお父さんがこれを豚肉とかと炒めて、ちょっとね、あの辛い味付けにして作っています。なんかほんとニンニクの芽ってすごいね、香りがいいんですよね。で、なんか中華って感じの味がしてね、もう私はすごい好きです。よかったら皆さんもこれでちょっと肉野菜炒めとか作ってみてください。はい、って感じでね、以上が私が業務スーパーで見つけたおすすめの中華食材でした。どうでしょうか、皆さんがね、この中で食べたことあるものありましたかね。もしね、興味を持っていただけた方はぜひね、業務スーパーでいろいろ試してみてください。じゃあ今日はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。今日の動画が気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。好、那我们下次再见、バイバーイ。